カフェ。この番組はネット放送局ユニミックスの提供でお送りいたします。こんばんは、彩菜です。こんばんは、原大輔です。あれ、おっちゃんマイク今入ってましたか？オンしてますか？皆さん、おっちゃんの声が聞こえますか？入ってるけどね。 あ、今入ったね。やっぱりこう接触ぐらいね。はい、ユニタイムズのもう一回いきますか。もう一回聞こえてます、はい、せーの。こんばんは、あやなです。こんばんは、原大輔です。それも入ってなかったんですけどね。入ってるよ。今入ったわ、はい、ユニタイムズのおっちゃんです。嘘、ちょっと待って、もう一回いきましょうか。じゃあちゃんと、もう一回いきましょうか。はい、いきます。こんばんは、あやなです。こんばんは、原大輔です。ユニタイムズのおっちゃんです。あ、できました。パチ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 、今の OK、ね、こんばんはっていきなりね、はい、ちゃんと。じゃあ本番いきましょうか。はい、もう本番なんですけどね。さあ、ということで、なんか今日は急に寒くなりましたけど、はい、あんまり感じないんですけど。え、あ、だっておっちゃん半袖ですもん。私思いっきり上着がっつり着てきたのに、来たらおっちゃん半袖やから寒ーって思って。でもね、別にね、うん、あの我慢してるわけじゃなくてね、だいたいね、11月のね半ばぐらいまではいつもあの T シャツ半袖。え、じゃあ真冬になったら、はい、ちょっと上着着るぐらいなんですか？まあなんか上にこう冬物のやつをで脱いだら、やっぱり半袖の T シャツ。そう、すごい。私真冬とかやったら普通にセーター中に着てみたいな、3枚ぐらい着てますよ。ああ、毛糸もんがセーターですよね。そう、そういうのとか。あんまりうちに毛糸もんってないんですよね。すごいな、おっちゃんはなんか、うん、やっぱりすごい慣れやね。慣れ慣れ慣れとかあるんですか、寒さ。もともと貧しかったから、その夏物一つしかなかった。そんなん言われても。でそれがだん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 身についてきたっていうの。でもなんかちっちゃい、私が小学校の時とかってやっぱ学年に一人ぐらいいるんですよ。毎日毎日じゃないわ、一年中ランニングシャツの男の子とか なんかいるじゃないですか、そういう人、うん、いますね。それが多分おっちゃんもそんな感じだったんですか？僕がそんな感じで見られてたのかもしれない。そういうタイプだ。いやだね。そうか。さあ、ということで、この寒い感じが台風でなんかいきなりね、寒さが来たというか。お、昨日だって大阪も雨がすごくはなかったけど、風は強かったですよね、なんかめっちゃ。あ、風は確かにね、うん、雨はそこまで強くはないけど、関東の方がすごいなんかね、影響が出てるけど、なんかね、北海道もすごいらしいですよ。あ、そうなんですか。あのとっちゃんのあのおいっ子さんとか北海道に住んでるけど、はい、うん、夕方、今日の夕方すごいっていう話、風とかが、ね、だってもうニュースとかで映像映ってるとすごいですもんね。もう屋根が飛んでとか、結構な被害があったみたいですけど。テレビないけど、関東の方のリスナーのね。あれでも関東の方のリスナーの皆さんは大丈夫だったんでしょうかね。いや本当にね、ただ大阪いつも、うん、あのこれぐらいの台風だったらなんか横をすり抜けていきますよね、うん、大阪ってなんか微妙にね。だから、うん、そうそう、だから大阪で台風が本当に直撃っていう時にはもう覚悟しとかないといけないぐらいの、うん、そうですね。でもなんかよく言うのって、岡山と広島でしたっけ、ああかどこかなんかは台風がなんか全然当たらないというか、なんかそういう県なかったですか。あ、地理的にあるんでしょうね。なんかありますよね、うん、なんかそんなん聞いたことがある。あ、チャットが、あ、おっちゃんのことかな、基礎代謝高いんだって来てます。そうやね、なんかちょっと異常なんですよね、うん、異常、はい、でこちらは快晴でしたって書いてます。あ、よかったですね、快晴。どちらですか。どちらでしょう、多分すべて吉さんだから、世田谷って言ってた。あ、東京の方ですね。前東京の方、東京快晴なんですか。いや、でも世田谷だけ快晴なんです。あ、そうなんですか、はい、場所的に世田谷オンリーオンリー。なるほど。すごいですね、世田谷。さあ、ということでそんな感じなんですけども、今日はメールが届いてたので読ませていただきます。その前にメールの宛先をね、チャットもこうやって参加させて。あ、ちょっといいですか、おっちゃん大丈夫ですか。ということで、はい、先にね、チャットもこうやって、皆さん参加していただけると嬉しいと思います。そしてメールの宛先もお知らせしておきます。カフェアットマークユニミックス .jp、 CAFE アットマーク UNIMIX.jp までお送りください。水曜日の夜はグッタイムズカフェ。
この前ね、はい、あのラジオでものすごい泣ける曲見つけちゃったんですよね、うん、そんな曲なかなかないでしょいやいや泣けますよこれは。いやあるんですかそんな曲が。あるんですよ。聞きたいですか。いや聞きたいです。いや絶対ないですよ、ね、そんな曲。僕は泣きましたよこれ、聞きたいですか。聞きたい。ありがとう。ほんまや。泉彩菜です。デビューシングル笑って笑って ABEX JMOA より好評発売中。ぜひ聴いてください。はい、ということで、今日はメールが届いております。はい、はい、ジングル変わりましたね。届いております。ね、変わってましたね、うん、変わってましたねって。私たちが録音したんやけど ねこの間ね、この前木曜日の夜はって、そうそう流しちゃって あ水曜日やのに木曜日って言ってる、うん、って言って急いで撮り直しました。もう水曜日の夜はって書いただけですけどねいや5バージョン5バージョンぐらい撮ったんで。そうですね、またこれから次流れるのをお楽しみにという感じで、はい、その後の CM はねちょっと一緒やったりするんですけど、さあということでそのメールが届いておりますので、読ませていただきたいと思います。はい、あやなちゃん、たいちゃん、おっちゃん、こんばんは。こんばんは、毎週楽しみに聞いています。今日は雨ですね。ちょっと私の心もへこんでます。123回ユニタイムズ聞きました。ユニタイムズへメールしようかと思いましたが、すぐお返事が欲しくてカフェにお便りいたしました微妙な感じやねいやでもね、あのグッドタイムズカフェだったらすぐ返事もらえるかもって。チャットもやっぱあるので。だからユニタイムズだとなかなか、うん、まあでもはい、続きを読ませていただきますね。私は両親を18年前に亡くしました。大好きな両親でしたが、2人とも相次いで病気で苦しみ他界しました。病気以外にも父は会社の経営悪化で借金で苦しみ、自分が病気で働いて借金を返していけないのが悔しくてしょうがないと私の前で初めて私に涙を見せました。亡くなった時、もう苦しまなくていいよ、ゆっくり休んでねって思いで父を見送りました。心配性の母は父が亡くなった時はもう癌に侵されていて、2年後父を追うように亡くなりました。母にももう心配しなくていいよ、ゆっくり休んでくださいと見送りました。でもユニタイムズを聞いていて、他界した先祖は今も暗い中もがき苦しんでいるとの言葉に胸が詰まる思いです。残された私たちはどうすればいいですか。両親だけではないです。大好きだった友人や親戚、また尊敬していた上司もたくさんいます。あんなに苦しんで亡くなったのにまだ救われていない、悲しいです。今生きている人間から神の血統に変わっていく、そしてついで亡くなったたくさんの霊たちを救う、それが私たちにできるのであれば救いたいです。神の血統に変わるのは具体的に私たちは何をすればいいのですか。どうすれば亡くなった人たちを救うことができますか。教えてください、お願いしますというメールが届きました。マリアさんという方から、はい、まあ確かにね、なんかこう内容的にはある意味、はい、このユニタイムズで語ってる続編みたいな、ね、この123回ユニタイムズを聞いてメールをくださったということで、ということですね、はい、はい、まあこっちのうん、グッドタイムズカフェのが、うん、おっちゃんが早くマイクを握るだろうっていうそういうことですね。さすがさすがですね。リアルタイムで本当にすごいね、うん、まあだから123回っていうのは救いとは何かみたいな、うん、あ、救いとはあの、はい、血統問題であるっていう、そんなタイトルだったと思うんですよね、うんうん、要するにまあ、はい、いろんなところでね、いろんな人たちがあの救われたとか、はい、救われてないとか、うん、あるいはその救いって一体何なんだとか、まあ、いろんな話がありますよね、はい、でそういう中で、うん、あのユニタイムズがね、あの救いっていうのはあの救いの本質っていうのかな、うんうん、っていうのはこういうもんなんだっていうようなことを、まあ、話させてもらったのが123回なんですね、はい、で、うん、これはもう私は幸せだからいいよ、そんな関係ないよとかね、うん、
あの、うん、救い、ふん、へんっていうね、もう私は救ってもらうのも大丈夫よみたいなことですか、はい、そういう人であっても、うん、本当は違うんだよっていうような話をね、うん、させてもらって、そしてさらにはもうすでに、はい、あの世に行った人たちに対してもね、うん、必要なもんなんだっていう観点なんですよね、はい、うんうん、でね、今そういうこうねお便りいただいている中でね、はいはい、実はそのユニタイムズの方にももう一つ別のね、うん、はい、ちょっといただいてるんですよ。あ、はいはい、でやっぱりほぼね、うん、同じような感じのことなのでですね、うん、ちょっとこちらも一緒に合わせて、はい、読ませていただいて、では、はい、お願いいたします。そこから皆さんでね、ぜひそうですね、回答をお願いします、うん、はい、わかりました、はい、じゃあおっちゃん、お兄ちゃん、いつもありがとうございます。123回最新のユニタイムズを聞かせていただきました。あ、ところどころちょっと割愛する部分もありますけどね、はい、はい、なんだか涙が止まりませんでした。お兄ちゃんのかわいそうにというコメント後、どうにもこうにも1時間以上涙止まりませんでした。私の背後の霊体 ET 先祖が、暗く冷たい無明の中で悲しみもだえ苦しんでいるいると思うと胸が張り裂けそうになります。救いを完成させるため、どうぞこんな私の体でよければ使ってくださいと思うのでした。私なんかが微力すぎて、次でもできることがあるならば点々点、止めどなく点々、涙が点々、私どうかしてしまったんでしょうか。主人はその情熱はどこから来るのか理解できないと言います。俺は息子が成人するまで稼がなきゃならない、それをするだけだ的な。でも息子のためにも救いの完成への種まきが急務なのでは、びっくりマークが2つついてとは言えず、言葉を飲み込むと言葉にならない、これは、おえつになってしまいますっていうのかな、自分の気持ちに嘘はつけません。止まらないのです。本当に私大丈夫でしょうか。これまでぎゅっと短期間で目に、これ多分目の前に現れたでしょうね、目の前に現れたことすべてに意味があり、家族にも理解されないけど進むしかないとかやるしかないなんてフレーズが心に浮かんでくるのは、救いを求めている者たちの後押しがあるからでしょうか。私に何ができるという反面、今、今生でどうにかしなければと、焦る気持ちもあって、大丈夫か私、ああでも私に力をください、育児なしの私に勇気をくださいな、すべてよしです。この気持ち私大丈夫、こんな私にアドバイスをお願いします。おっちゃんにいただいた主人に対して、人間は愛されたい心情のもの、自分より熱心になっていると感じることがないように、留意するようにという言葉は常に念頭に入れているつもりなんですが、とほほ、乱筆ご容赦くださいませということでね、いただいてるんですけれども、はいはい、大体分かりましたでしょうか。まあ、だから、この方はね、まあ、やっぱり123回目を聞かれた後に、まあ、送っていただいたんですけれどもね、はい、やっぱりこの救いっていうことに対してね、うん、自分っていう世界だけでなくて、やっぱり先祖であるとかね、うん、まあ、そういったことのところまで考えると、本当にいても立ってもいられないっていうような感じなんでしょうね、はい、うんうん、でただその自分には力がない、どうしようとかね、でまあ、そのご主人との関係もあってね、うん、あまりこの熱心になりすぎるとやっぱりこの余計反発されてしまうとか、うん、まあ、そんなこともあると思うんですけどもね、はいはいはい、まあ、そんな感じで、じゃあそのね、まあ救いどうしたらいいんでしょうかみたいなところと、うん、この、すべてよしさんの場合なんかね、はい、じゃあそういう家族に対して、まあ、どういうふうにして対していったらいいのかっていうような観点のところもちょっとね、うん、ぜひ彩菜さんとそれから大ちゃんにコメントいただきたいと思うおっちゃんでございました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。うん、だから私はこれをあれです、今日123回私も聞いたんですけど、えらい、でもね、自転車に乗りながら聞いてきたんです。えらくないどっちですかいや、ちゃんと聞かないとなと思って、2回聞いたんですけどね、うん、なかなかね、ユニタイムズっていうのはね、ながらでは難しいんだよね、うん、ですよね、ながらだったらやっぱ100回ぐらい聞いたらやっと私うん、ユーストリームで、うん、録音したやつが残ってると思ってずっと探したのに出てなくて、
でもあのユーストリームにも残ってますよ、うん、全然見つからなかったんですよそれはね、うん、なんかあのあれかな罰かなんかが与えられてるのかも分からない罰ですかそう本当にそれであれが日頃の行いかないあれユーストリームってそういう運試しなとこあるんですかいやいやユーストっていうのは機械でしょ、はい、機械っていうのはその電波とか波長とかそういうのにね、うん、すごいあの反映っていうか影響を受けるんですよ、うん、だからその行いが悪いとかね、はい、あの日頃のそのなんかこう、はい気持ちとかね あれがこ うマイナーだとね、あれあれそうあれ、まあ、そこは私のことはいいんですよ。そうか。あチャットが来ましたよ丸投げ笑ってきてますよいやいや丸投げはいつもの冗談でね、はい、これけどあの、うん、お便り2つ、うん、ちょっと観点が違うんじゃないですか。微妙に違うところありますね。こっちの方はおちゃんが読んだ方は今どうしたら救い に向かっていけるかっていう話で、はいはい、最初に綾菜さんが読んだ方は、はい、もう行ってしまった人を、うんまあ、どうやってどう救ったらいいかみたいな話ですよね。どうやったら亡くなった人たち救うことできますかって。そうでもないみたいなんですよね。そうでもないですか。意外とね、このねお兄ちゃんのね、うん、お兄ちゃんね、はい、その放送の中でかわいそうにって言った、うん、言葉があるんですね。言ってましたね、うん、それは何かって言ったら要するに死んだ人たちがね、うん救われてないんだという話のところでね、うん、でそれに対してもうこのすべてよしさんもねすごくこの、うん何て言うんですかね涙が止まらなかったみたいな感じのところの観点がちょっとこうリンクするかなっていうような感じなんですね。僕もその放送を聞いたんですけど、うんおっちゃんの、前までの話で考えると、うん、それちょっと見せてもらっていいですか。はい、なんかすごい苦しんでるっていう話されてたじゃないですか。苦しんでる他界した先で、うん、ああそうですね、うん、なんかそれがちょっとその表現でいいのかなって思ったんですけど苦しむっていうより他界された先でも、うんなんか自分で なんですか今の人間に、うん、助けてもらって、うん、成就しなきゃいけないみたいな、うん、そうそうそう苦しんでる のですかそれって。あ苦しんでるんですよ。だから自分が置かれたその他界していく時のその心情とか心情とかっていうのは、まあ、主に心情ですよね、はい、それがそのまま向こうに引き継いでいくのでね。で、うんそのままの状態でだからね、放送でも言ったんだけども例えば冷たいなんか氷のようなところにずっとこう居続けたりとか、うんまあ、あるいはその本当にこの人との交流っていうのが全くできないところにいるとか、うん、大体がそうですからね、うん、こうやって僕たちはね自由にこういろんな人と会ったりとかするんだけれども、はいはいはい、大体が会えない基本的に孤独なところっていうのが、うん多い。しかもそれも途方もなくあてもなく時間も空間もないっていうようなそういうこのなんか無期限地獄みたいなところでね。それは今の世の生きてる時におっちゃんが言うみたいにきちんと段階を踏んで成人人としてならなかったまま死んだからっていうことですかね。そういうことですよね。はい、それで苦しんでるっていうことですね。うん、それちょっと分かりにくい。僕らも今苦しいこともあるけど、うん、楽しいこともあってごちゃごちゃになりながら今生きてるじゃないですか、はい、それで他界すると苦しみだけになってしまうっていうのがちょっと分かりにくいなと思って。なんていうのかな、だからその思いがそのままこう現れる世界だっていうのは多分知ってると思うんですよね。うん、いやそういう話は多分そうですね、思いがそのまま現れる、うん、でだからもうそういうこの我々が今生きている世界でこう味わえる感覚っていうのとまた全然違うっていうのかな、はい、うん、なんかその到達しないまま死んでしまったからよっしゃなんとか向こうの世界で到達してやろうっていう気持ちではないってことですか、
その苦しみ以外のなんかポジティブな気持ちみたいな。ああ、そんなもんじゃないですよね。ないんですか？そういうことじゃないですよね。で大体がね、本当の意味でその、まあ、さっき言ったあの言葉の中で孤独っていう世界っていうのが一番大体の人に現れるんじゃないですかね、はい、本当の意味での情的なそのつながりっていうかね、うん、本当の愛情っていうものをこう実際に味わったりとか結んだりする人ってまずいないわけでしょう。ていうかこの今我々生きてる中でね、はい、でそういう中でしかもその成長っていう意味で言ってもほとんどこの成長しないような段階で、うん、こうもうそのままの世界に行っちゃうわけじゃないですか、うん、そうですよね、うん、だからもう多分これは分からないんだろうな、こうなんていうのかこう、うんうん、ちょっとこう分からないのかな。今、まあ、チャットでは日本人のよく知る地獄絵巻みたいな状態ではないんですよねって来てます。そこまでっていうのはね、それは人によるっていう感じですよね、うん、だからすごくこの恨みとか憎しみとか、はい、そういうのを常にやっぱり持ち続けて亡くなった人っていうのは、うん、もうそれがそのごとくに現れてくるわけじゃないですか、はい、でよく、なんか動物霊とかってよく言われててね、はい、なんかこの狐とか、 なんかタヌキとかってあるけれども、はいはい、あれは実際に、まあ、ユニタイムズでも話してますけど、うん、動物っていうのは死んでも霊がないから、うん、あの世に行くわけじゃないんですよ、はい、だけどもあの世に行ったらねいるんですよ、狐とかタヌキとかっていうかね、うん、で何かって言ったら結局それが、はい、人間なんですよ。人間、人間がそのごとくに現れてるんですね、うんうん、だからそのもう人間、僕たちはこう肉体を持っているので、はい、まだ人間らしくごまかせてるんですよね、うんうん、だけどその心情の世界っていうか思いの世界っていうのがごまかせない世界なので、はい、それがその形になるんですよ、そのままこうガーってね、はいはいはい、だからこうまともな人間の形してないんですよ、うん、だから僕たちみたいにまともな形して向こうにいる人っていうのがまずいないでしょうね。あ、そうなんですか。だって、はい、ほぼいないはずですよ。へー、うん、だってもう歪んだままで、あ、それが僕たちは物質っていうか肉体があるからこうごまかせてるだけで、はい、だからよく言う手相とか乾燥とか骨相とかあるじゃないですか、うん、あれがなぜいい加減じゃないかって言ったら、はい、見えないものが現れてるんだけれども、うん、ただその研究がまだ足らないから、うん、当たらない人がいるとかいい加減な人がいたりするだけで、はい、本当は全部出るんですよ、この全ての中にね、はい、だけどあの世に行ったらもっとそれがはっきりしてる。あ、だからもう骨相とか手相とかっていうよりも、はい、もう見たらそのごとくっていう感じ、もうその人を見たらそれイコール心っていう感じ、ね、あ、なるほど、もう見たら分かるっていうぐらいに、へえ、だからそのさっき言った地獄絵巻じゃないですけどもね、うん、やっぱりそういう人たちも実際いるわけですよね、はい、それが永遠にエンドレスでこう続いていくわけだから、うん、もう僕たちだったらね、ちょっと今日寂しいなとか思ったらギター弾いて歌歌って時にはバーボン飲んで、ね、いろいろあるわけですよ。そうですね、ところがそういう慰めができないわけですからね、うん、ああ、うん、そっか、うん、チャットも、まあ、チャットも想念イコール実体って来てます、うん、もう本当にそのが原理なんですよね、うん、だ一回、まあ、大ちゃんもね、うん、行って帰ってきたり、一回帰ってきたら分かりますか、うん、そしたら分かりますねお、はい、うん、これでもあれですよね、このメールくれた方のお父さんだけじゃなくて、うん、はい、ほとんど全ての方がこういう状態になるってことですよね。そう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 、結局そういうことですよね。僕らも多分死んだらそういう状態になるってことですよね、きっと。まあ僕らはちょっとはマシかもしれない。ちょっとマシいや、まあ大ちゃんは分かんないけど、 おっちゃんだいぶマシなんじゃないですか。いや、だいぶマシじゃないけれども、まだだいぶマシじゃないですか。多少はこう多分人間としては見れる形かなと、はい、まあ、動物、いやでもどっかに尻尾が生えてるかも分かんないですよね実は僕じゃやばいですね、尻尾が尻尾生えるぐらいだったらまあね、振り返ったら尻尾が生えてたとかね、それぐらいだったらまだ、あるいはこう指が2本しかなかったとかそれもまあ
まだいいですか。まだ実は角が生えてたとか。それもまだないようじゃないですか。あ、そうですか。実は目が一つしかなかったとか。もうそれだんだん変身してきてますよね、なんか。だんだん変身。それでこうその苦しみでる、うんうん、まあそんな今ふざけてる場合じゃないの放送ですよね、これね、はい、あの僕、はい、ずっと言おうとしてたんですそれ。そうですよね、ちょっとね、うん、な、ちょっと崩され、いや、でもまあでも放送ですからね、はいはい、この暗くなっててもしょうがない。いや僕はね、グッタイムズカフェはねもう終始暗くてもいいかなと思ってるんですよ。あ、本当ですか。本当はあの、まあ、こういう相談の場合だったらね、うん、ジングルもあえて流さなくてずっと生ジングルで暗く言ってもいいかなぐらいの。なるほど。そして、うん、そしたら これこの世に生きている我々が、うん、この他界されて苦しんでる人たちに、うん、してあげられること、うん、まあ結局あれですよね、あの同じですからね、我々が救われなければあちらも救われないし、で、あちらを救おうと思ったら我々が救われないといけないっていうようなことでね、はい、だから、うん、あ、そうだね、連動してるんですか。いや、もちろんそうです。連動っていうよりだからあの肉体が あんまり勉強してないかな、うん、要するに救われるためには肉体がいるんですよね、うん、なんかその、うん、なんですか、表意じゃないですけど、はいはいはい、そういうことですね、うん、そんな話してます。やっぱりちゃんと勉強してるじゃないですか、はい。いや、はい、あんまり分かってないですよ、はい、あんまり分かってないからこう質問できるのかなということなので、うん、まあ、あの連動っていうより、うん、あの同時にだからこの成長してるわけですよね、うん、分かりますかね、同時に成長してるっていうかね、はい、ただ同時に成長してるんだけども有利なのは我々っていう感じですよ、うん、だから我々はある程度まだまだこの自分の肉体を自分の意思で動かせるから、はい、悟ればちゃんとそれなりに近道できるんですよね。うん、だけどあちらの人たちっていうのはこの、まあ、特殊な例はあるんですけどね、はい、完全に憑依してしまうみたいな例っていうのはあるけれども、基本的にはこの向こうは分かっててこうしてほしい、ああしてほしいとかいろいろ語りかけてきたりとかいろいろやるんだけれども、はい、こう悟らないのでね、我々人間がね、だからもう歯がゆい思いばかりしてるっていう意味で言ったら僕たちは有利ですよね。あの、その憑依っていう言葉 でいいのか分かんないですけど、その苦しんでいるこの方の父上が、はい、うん、この方に憑依するっていうか限らないですよね。この方がいくら頑張っても別の人に、はいはい、そうですね、うん、ただあの全部相乗効果なんでね、あの、うん、大ちゃんと僕とだけが関係があるとかってなくて、こことの関係っていうのが実は遠く離れたことに影響してっていうことが、結局はそう、あるんですよ。全部リンクしてるんですよね。つながってないものっていうのは何もないんですよ。ただどれだけ影響するかっていうそのパーセンテージは変わったとしてもね、はい、でそれとあのなんだちょっとこう微妙にじゃなくて一つ言い忘れてたっていうか、だからそれ苦しんでるんだけれども、はい、今は、うん、俗に言うアセンションって言われてるあの時代でね、はい、だから昔の人よりは昔の人っていうのか、まあ、100年あるいは200年300年400年というか昔の人よりは今の、人たちっていうのは他界しても、うん、ある意味ちょっとラッキーかなっていうところはあるんですよね。だからちょうど例えば、まあ、極端な話ですけど、はい、1000年ぐらい前に亡くなった人っていうのは、うん、このアセンションって言われるのは常にあるわけじゃないのでね、はい、だからそれまでの期間っていうのはもうそのエンドレスの世界がずっと来たわけですよね、うん、ところが今このある一定の期間が条件が満ちて解き放たれてっていうか、はい、そのアセンションの時代に入って、はい、もう全てがこのその人なんていうのかな、あっち行った人たちの、うん、その段階に応じて徐々にこう解放されながら、うん、この我々と共にくっついてっていうのか入ってるわけですよ、うんうん、でだからみんながこう最後はもう放たれるわけですよね、こうね、うん、行ってこいじゃないですけれども、はいはいはい、そんな感じでね。でも昔だったらそう願ってもそれ無理でしたからね。だからさっき言った阿鼻叫喚地獄にいる人だったら、うん、もうずっと阿鼻叫喚地獄みたいな感じでぐーっと言ってたのが、うん、今だったらその悪いことしてそういう世界に行ってたとしても、うん、ある一定の期間の条件さえ立てば、はい、こうそこから抜け出てというかね、うん、この地上でそういうこの救いの道っていうかね、
あの本来の完成の道に行く、機会が与えられるわけですよね、平等にね。まあそこから話がちょっとなかなか進んでないですよね。はい、じゃあチャットをちょっと読みますね。はい、神かっこ第一原因すら我々が救われないと点点点でしたっけっていうのと、あと次元上昇とかいうやつですかっていうチャットが来てます。まあそういうことですよね。今だからどん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 、人間の本来のね、はい、到達すべきところに向かって、これはみんなが同じペースじゃないんですけどね、はい、それ一人一人のその、まあ結局簡単に言ったら条件ですよね、うん、その人が立てた条件であるとか血統的な先祖が立てた条件であるとかね、うん、そういったものによってこのスピードが全然違うわけですけれども、はい、で最終的にある程度のところまでガーッと行くんですよね、うん、だけどガーッと行くんだけども、うん、123回聞いてもらったら分かるんだけども、うん、はい、ダーッと行っても最後の、うん、なんていうか関門っていうのか、うん、その越えないと完結しないところっていうのは血統問題なんですよね。うん、うん、皆さんの好きな地球外生命体のなんかアヌンナキがうんたらかんたらっていう、はい、うん、実際にはアヌンナキによって創造されてはいないんだけれども、アヌンナキそういう系列とかいろんな系列の血統を受け継いでるっていうのは間違いないですよね。うーん、面白いですね。私あんま分かってなかったから、わかりますよ、ふーっていうのもそれありだと思いますよ。うんって、うん、私ほんまにそう、私詳しいことほんまに僕もそれ行きたいですけどね。すいません。だから結局最終的な完成っていうか終わりっていうのは、その血統問題が最後解決されないといけないんですよね。だから血統問題解決するために俗に言う救世主とかね、メシアとかって言われてるけれども、はい、これはほとんどユニタイムズでも言ってないんですけどもね、この間内々でちらっと言ったんだけど、メシアっていうのはね、はい、結局一人じゃないんですよ、はい、うん、2000年前っていうのはイエス・キリストっていうで、うん、男が一人やってきたっていう感じなんですけどね、はい、本当はその救世主っていうのはね、男性と女性なんですよね、うん、あ、そうなんですか。なんでかって言ったら、そこから人類のね、本当の純粋な人類っていうのがまず誕生していかないといけないし、うん、それと同時にそのね、救世主によってその霊的なある意味の役事みたいなね、はい、そのあるわけなんですよ。それ言っても多分まだ分かんないと思うんですけどね、うん、はい、それによってこのいわゆるこのなんかその地球外生命体曰く、まあ、そういったものの血統を受け継いでる人間が、はい、もう 100% そうじゃないっていう立場に、うん、帰ることのできるそういうこの摂理、うん、神の摂理っていうのがあるんですね、はい、うん、それを僕もなんかすごいいろいろな疑問ばっかり浮かんでるけども、そうですよね、困っちゃいますけど、そのちょっと今思った疑問なんですけど、その血統とかって僕が今とかっていう問題ではないってことですか、人類としてみたいなことですか。いや、とにかくね、全人類もそうだし、すでに他界してる人たちもそうですよね、はい、全部が変わらないといけないんですよ、うん、そこに一点の曇りでもあったらまだ終わってないんですよ。うーん、変わるように個人も努力するじゃないですか。もちろん努力しますよね、はい、それで、うん、僕が生きてるうちに、うん、神の血統に変わるっていうことがある。純粋に変わるっていうことはね、うん、ないですね。ない条件付きの変わるっていうことはあり得る。条件付きっていうのは、うん、例えば僕が子供を産んだらその子は神の血統だよみたいな。実際にね、これ正確なこと言ったらね、はい、3代かかるって言われてるんですよ。だけど1代目がないと3代目がないんでね、はい、だからまず自分から行ったとしたら早いわけですよね、うん、はい、そうですね。だけどもう2代目からね、かなり変わるんですね。あ、もう条件付きにもなってるだけでも全然違うんですよ。あ、それはもう最初からそのいわゆる悪、まあ分かりやすく言ったら悪霊みたいな感じっていうかね、それがそのもう最初から手をその人間に触れることができるかできないかっていう立場からしてね、スタートラインが違うのでね、うん、
あの生まれてくる時っていうのもこの能力が違うんですよね基本的にね、うん、だからこれあのね僕はもう何十年も昔にあのこう講義とか講演とかする時に話してたんですけどこれからね本当にね、そういう子供たちがどんどんできてくるあの生まれてくるんですよ、うん、生まれてくるっていうのは要するにより神に近い子供っていうのが生まれてくるんですよねということは今生きている神っていうのもより本質の人間っていうかね親の世代がそれちゃんとそういうことなっていけばっていうかね子供を産んでねはい、はい、だからあのそうなった時にねどういう話をしてるかっていうと、うん、あの小学校とか中学校行った時に明らかに全然違うわけですよもうその知能指数にてかそのあれにしてもね能力がねだからあの分かるわけですよ、はい、あこうより神の血統に近い子供こっちはそうじゃないって言って、うん、で今度その次に何がこう注目されるかって言ったら、うん、親が注目されるんですよね、うんうん、あこの子の親は、うん、あの一代目だみたいな、はいはいはい、この子の親はまだ一代目行ってないみたいな感じのね、うん、いや本当にそうなるんですよ今はねなんかね言葉だけだからね嘘みたいな感じで思うんだろうけれどもね、うん、これがもう本当に100年も200年もいらないわけですよ、うん、実際に当たり前のことですけどそのただ勉強できる子はそうだとかっていうことではないそうじゃないですね、うん、あの勉強っていうのは知能の問題ですけど、うんはいはいはい、もちろん知能も全然違うけれども、うん、もうあの心情の世界がね、うん、あの動機が違うんですよ、うんうん、だからこう、まあ、イエスもねなんかあの例えば12歳ぐらいの時にもうすでにすごいこの発想をしてたわけですよね、うん、質問するにしても質問の全然この質問のなんていうか質が違うんですよね、うんうんうん、動機が違うんでね、うんでそういうふうな違いがどんどんできてくる、うん、それそうなってきたら親の責任っていうのは だけどねこういうことまで考えて今生きてる人いないのでね、はい、あのただそう、うん、苦しんでいるっていう状況は今、うん、こうメールとかで今あるんですよね、はいはいはい、その苦しんでいる自分はちょっと気づいてるんだけど周りの人は気づいてないとか、うんはいはい、それで苦しんでいるっていう人になんかただねこれはねあの、うん、周り今生きてる人たちの話ですかあのメールに戻ったんですけどあの他界した人たちの他界した人たちの話あのこっちは他界した人たちの話、はい、こっちは例えば旦那さんはちょっとみたいな、うん、例えばねあの他界した人たちもそうなんだけれどもね、はい、あの簡単に言ったら波長によってこう誰と誰がついてるか後ろっていうか背後っていうか決まってくるのでね、はいうん、あの全部自分の先祖っていうのは自分にこう関わってきてるって思ったらそれはちょっと違うんですよねだけどそれを考えるのも必要なんだけども、うん、やっぱりその自分を通じていろいろこう働きかけてきてる例っていうのは間違いなくいるわけですよね、うん、だからそれに対してはこうやっぱりあの分かってるよぐらいなことは言ってあげてうん、で例えば大ちゃんにこう関係してる人だったらねそういう意味ではそんなに悩み苦しんでるっていう感じじゃないとは思うんですよね、うん、そうですよね、うん、僕にだって基本的な生きてる人生っていうのがそんないやでも裏では分かんないですけどね、うん、もうあのすごく孤独でこうああ裏でですか大ちゃんがそしたらあのそういう例がいっぱいこうやってて大ちゃん頑張ってくれよおい頑張ってくれよ俺とか言っていやいや言ってるかも分かんないですけどいや僕もあまり分かんないんで、うん、このメールの話をするしかないですけどただでも、先祖のためにね祈ってあげるっていうことはこれあのよく言われるけれども、はい、絶対に意味がないことはないって言えると思うんですよねだからそういうのはもうやっぱり常にしていきながらただそこまで自分がねこう関与できないからやっぱり、自分と関係している世界の中でやっぱりこう最大限うん、少しでもこう成長していけるようにっていうかね、うんうん、でこれ今日なんかこう、なんか犠牲の話とかも 出るんですか後でなんか出るんですか後で自己犠牲について要するにね、うん何かって言ったら人のために何かをするっていうね、うんうん、これがね、一番のねあその感謝とね、うん、一番の成長のね分かりやすいいらんこと考えなくていい方法なんですよ、はい、人のために何かをすることがですかもう人のために生きるみたいな感じの、うんうん、それがどん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 成長していく一つの大きなね、うんまあ、簡単な
分かりやすいあれで言ったらね。でもなんかその人のために何かしてその人が喜んでるのを見るとこっちもでもめちゃくめちゃ嬉しくなりますよねっていうのはありますよね、うん、それが本当の人間のまあ本質みたいなね、うん、それでこうありがとうって言われたら、うん、なんかどっかの国ではプレゼントを渡す方がもらってくれてありがとうってなるっていうふうに聞いたんですよ。それも本質的な世界ですよね、うんうん、でそれとただそのね、うん、あの個人でそういう道を行ってもね、はい、あの最終的には愛のレベルの成長の話でしょう、はい、だから必ず結婚しないといけないわけですよね。あそっか。そして、はい、あの子供、うん、結婚する目的っていうのはあのやっぱり子供を愛して育てることで、うん、親の心情っていうか、うん、親の愛っていうか、うん、それは何かって言ったらこちら様の愛の世界を、うんうんうん、少しずつ知っていくわけですよね、子供を持つことで初めてね、はいはい、だからあの本来の親の道を通過していった人たちっていうのは、うん、あの神に到達する、うん、これは原理原則ですよね。なるほど。でそこまで行って初めて、はい、一つの人間としての完成の域ですよね、うん、ただそれでもっていうことがだからさっき言った血統問題が残るんですけどね、はい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 、うん、それだけは人間が人間自身でどうすることもできない、はい、ここには神の説で関与してこないと、はい、どうすることもできない世界ですね。なんかチャットもいっぱい来てるんですけど、さっき喋った間に6つ7つぐらい、どこ、あ、次元上昇とかいうやつですかまでさっき紹介しましたね、まあ、アセンションっていうね、はい、その次から来たの読んでいきますね。条件を立てる自分バージョン知り得ますかっていうのと、スケールでかくてクラッとするってきてる、うん、あの条件っていうのは基本的にね、あの自己中心的なのか、はい、他己中心的なのかっていうのが一つの大きな基準なんですよね、はい、でそういう中で何をしたかって、うん、だから善と悪ってなかなか難しいんですよね、簡単に言ったら、はい、自分は善と思ってもね悪になるかもしれないんだけども、うん、それよりもあの、はい、動機ですよね、はい、あ、ちょっと今新しいチャットが無音って来てます。あ、日本語じゃなくて、え、で、え、無音、あ、無音、音がない、音がないとかって言われてますけど、聞いてらっしゃいます、多分聞こえてるかな、で、はい、まあ、今のね続きですけれどね、うんうん、はい、モニターもちょっと小さくてもいいけど、まあ、あの、うん、そんなんいいですけど、はい、ただね、本当にね僕も、まあ、うん、あのイエスさんから聞いてね、はい、ああそんなこともあるのかって思ったのが、うんうん、本当に本当の意味で神の目から見てね、はい、間違ってるんですよ、うんうん、だけどね何を見るかって言ったらね動機を見るらしいんですよね、動機を、うん、はい、本当に神の目から言ったら間違ってるんですよ、はいはいはい、だけどその人がね本当に人のためにと思ってね、はい、その真心を込めてね、うん、やった行為行いっていうのはね、はい、その心情のその動機を取るっていうんですよ、うん、わかります。だからこの世的には悪である間違いであるって言われてても、うん、そんなの関係ないみたいなんですよ。うん、でそしてそれがまた一つの条件になっていく、はい、まあ、この条件の話させたらね面白いことがいっぱいあるんですけどね、うん、放送内ではちょっと難しいんですよね。条件っていうのがどれだけ素晴らしくもあり恐ろしいことかっていうなね、うん、なんか、まあ、はい、はい、チャットなんか聞こえてないのかな、霊界の作用とほほってきてるってことはまだ聞こえてないってことですかね。なるほど。時々ひょっとしたらマイクのあれがこうちょ、でも無音って言ってるから全部聞こえてないって意味だと思いますよ、この、うん、ここの時はなんでその辺入ってますね、うん、入ってる。でも配信はされてますよね、聞こえてないんですかね。なるほど、まあ、じゃあそれはその続きのチャットも読ませていただきますね、はい、一気に、新人類誕生、A カップルイザナキ、イザナミ的なで今日の放送レベル高いな、うんうん、まあイザナギ、イザナミ的な、うん、まあそれはアダムとエバのことですけどね、はい、で次読みますね、与えたい心情、で自己犠牲でご自愛くださいに抵抗が出てくるんだ、
そうですね。で無音っていうやつにつながってます、うん、なるほど。そのあのじゃあちょっとあの無音は解消されたんでしょうかっていう、どうなんですかね、無音解消されましたでしょうか、聞こえてますでしょうか、聞こえてたらチャットで聞こえてるよとかね、聞こえてたらあのすいません手挙げてください入って聞こえてなかったらあの聞こえてないって言ってっていう、こういうなんかくだらないシャレがどっかでありましたよね聞こえてないのかな、ありましたね、聞こえてます、いや会場の皆さんはね、それは聞こえてますけど、あ、入り直しました、聞こえました、聞こえてますって来ました、あ、よかったよかった、それはじゃあ個人的な問題だったんですかね何かあったんですかね、もしかしたら悩みがあった、え、あ、そういう話じゃなくてなんか多分なんかあったんですよ、パソコンか何かに、はい、まあ、そうしたらまあ今でもあのひょっとしたらおおよそそのね、はい、こう あの世に行った人たち、はい、ちょっとあんまり見にくいんですね、それね、あのおっちゃんが手を挙げてくださいって言うから手挙げてる絵文字が来ました、あ、さすが、ありがとうございます、この文字の大きさってもうちょっと大きくなったらちっちゃいですね、すごくありがたいです、ね、1センチもないから大きくならないですかね、これ大きくならないでしょ、設定で多分なりそうな感じですけどね、まあそれはまたおいおい、はい、おいおい、はい、はい、で、だからその、うん、あっち行った人も、うん、こっちにまだいる人たちっていうのもね、はい、結局は基準はやっぱりこうさっき言ってたような動機ですよね、はい、自分のための動機なのか人のためにっていうことの動機なのかっていうところっていうのがまあ、うん、簡単に言ったらですけれどもね、はい、あのそういうのことをやっていく中で条件立てて、で条件が立ってきたらね、結局最終的にはその、うん、まあ、あんまり好きな言葉じゃないですよ本当は、僕はねこれ何かって言ったら、はい、メシアとかね、はい、救世主とかね、あ、はいはいはい、本当はそうじゃないんですよね、はい、あの人類の一番最初っていうことなんですよ、うん、結局結局人類の一番最初が未だに迎えることができてなくてっていうことなんですよね、うん、でそれをやるためにまあてか人類の一番最初を始めるためにただ誕生するだけであって、うん、はい、っていうわけじゃない、それだけじゃないんだけどね、まあ、もちろん、ね、そこを通じていろいろなこの、本当の救いっていうかね、それは宗教的な部分だけじゃなくて政治経済もうあらゆる今の世の中にこの積もってる問題っていうかね、それを本当に全部多分みんななかなか信じれないと思うけれどもね、本当にそういったのを解決してくれるんですよね、はいはい、だからまあ救世主と言えば言えるかもしれないですけどね、はい、まあ、そういうことでね、とにかくそうやって条件を積みながら行ったらね、はい、必ずそういうところにまでどんどん上がっていきますよ、うん、はい、で条件がないとね本当にユニタイムズもなんか聞けないですよ本当に、うん、これ別に偉そうなこと言ってるわけじゃなくてね、はい、本当にグッタイムズカフェさえもね、うん、本当聞けないんですよ、うん、絶対出会わないし、そしてね、うん、なんかのね自分の条件じゃなくて、まあ、言ったら先祖の条件かなんかでね、はい、うん、そのたまたま放送に出会ってもね、うん、何言ってるか分かんない、ね、あ、分かります、頭から抜けていくっていうか入らないんですよ、はい、うん、本人は一生懸命聞いてるんですよ、うん、でもそういう風になるんですよ本当に、うん、思います、それは、はい、で条件がなかったらね、うん、聞いててもねだん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 眠たくなってくるっていうかね、眠らされるんですよ、うん、本当にこれ本当にあるんですよ、うん、で最終的に、そういうことでね、もうだんだん放送の時間がね、はい、やってきまして、あとまたね、まあ、とにかく条件立てるってことは本当に重要でね、はい、そして、うん、すべてよしさんのね、これ、はい、本当に思うんだけれども、アドバイスをくださいっていう、うん、やっぱりね、こう人類歴史の中でね、はい、重要なのはやっぱり女性でありね、妻なんですよね、うん、妻がいかに賢くてっていうか、はい、時にはね、ご主人を騙してでもみたいなぐらいのね、うん、これはまたそんな単純に言ったらなんか誤解受けそうなんでね、あまりその単純なことしか言えないことはちょっとやめときて、はい、説明ができたら時間があればね、そういうふうに本当は言いたいんですけれども、はい、まあですけどやっぱしそうだな、これ本当じっくり考えないといけないですけれどもね、うん、まあ、ぜひ聞いてもらいたいなとは思うんだけれども、うん、ただ全てよしさんの場合はね、はい、息子さんから入っていったらいいなと思いますよね、そしてね、はい、とにかくね説得しようと思ったらダメだと思いますよ、うん、うん、本当にねご主人に対してねこう一生懸命ね、うん、尽くすっていうかね、うん、今までこの尽くしてきた同じような尽くし方じゃこれダメだと思うんですね、うん、本当に、はい、もう驚くぐらいなんでそんな変わったんだっていうぐらいのね、うん、
あのところにまで語るんじゃなくて行動でね、うん、あのやっていくしかこう変える方法ないかなと思いますね。それかご主人が今はアセンションの時代なんで、うん、あの条件が立ったらっていうかね、はい、自然にあの聞けるようになってくるしね、はい、うん、まあ、放送の時間がないんで今日はまあ、あの、はい、こんな感じでね。チャットもなんか、はい、いっぱい来てます。チャットも、はい、じゃあもう一気に読んじゃいますね、はい、乾杯もしないといけないしね、うん、あれこれね、またね、さっき音の問題があったのかな。音がディレイでダブって完全に冷笑って書いてる。怖い、無音来ました。でもその後にああ治ったって聞いてるから死ぬ間に治ってたで、今喋ったことに対して男性はこれからどうしていけばいいですか、親の愛の目ですねって。男性、はい、できてますよ。男性はこれから女性が重要だっていう話ですか、うんうん、あの妻がとかって言ってた時ぐらいに、うん、いやいや、あの男性はこれからどうしていけばいいですかって、はいはい、男性が頑張ってたら全然あの妻が苦労しなくていいんですよ。あ、なるほど、うん、だいたいあの男性がおかしいから、はい、いつも狂っちゃうんですけどもね、はい、そこで妻が重要なんだっていうことなんですよ、うん、はい、イエス・キリストが生まれたのもね、女性のマリア、うんうん、マリアがしっかりしてたからっていうか、うん、鍵だったんですよね、うんうん、まあそれ以外にもいろいろあるんですけども、はいはいはい、あ、で、え、まだまだまだ話せる時間あるんですか。いや、ないです。ないでしょ、はい、はい、おお、じゃあ、あれですね、今日大ちゃんの歌っていうか乾杯していきましょうか、うん、はい、じゃあ乾杯しましょうか。はい、なんかあれ、おっちゃんフェイントでも飲んじゃってますね。いや、飲んでないですよ、まだ。はい、じゃあそれでは、乾杯いたしましょう。はい、乾杯。乾杯。乾杯。いや、今日はということで、なんか大ちゃんとおっちゃんは今日は何ですか、カプチーノ、はい、を飲んでるんですか。おっちゃんもカプチーノ、だから言ったじゃないですか。大ちゃんもおっちゃんもカプチーノを飲んでるんですか。私はちょっとコーヒーが飲めないから、私はホットココアを飲んでるんですけれども。そっちも好きだけどね。今日はそんなね、ここが公開生放送でしてるということで、ヘブンズカフェというところでしてるんですけども、今日はマスターにちょっと出演していただいて、こういうの初めてですね。ちょっとコーヒーのこだわりみたいなのを聞いてみようかなと思います。3人以外の方がね、登場っていうのは、はい、ちょっと待ってくださいということで、マスターの阿部さんです。はい、皆様こんばんは。こんばんは、ヘブンズカフェのバリスタをやっております阿部と申します。よろしくお願いします。お願いします。え、こんなん初めてなんですか。初めて。ゲストっていうのはなかった、はい、もう僕らがゲストなんで。あ、そうですか違いますよ、パーソナリティでしょ。パーソナリティレギュラーね兼ゲスト。そうですね、おっちゃんのすごい喋りがすごいですね、量が。喋りが量がね、もう一体誰の番組かわからないですそう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 。いや、今日はコーヒーの話を。そうです、コーヒーのこだわりをいつもここで、ね、配信させていただいてるんですけどね、はい、コーヒーのすごい、コーヒーにようやってコーヒーのすごいこだわりがあるみたいで、ここに行き着き方とか。あ、結構長いですよ、うん、3時間ほど、うん、ずっと3週分あるみたいで大変だ何分ぐらいあるんですか、時間が。あと7分しかない。そしたら、うん、何分ぐらい語ってもらうんですか。2、3分ってという指示が。そんなすごいですね、2、3時間欲しいのに2、3時間欲しいって言ってるのに2、3分でまとめろと、はい、すごい、うん、エスプレッソのように絞り出していいですね、はい、それを言ってるからアペタンが話ができないんです。じゃあ矢野さんなんかインタビュアーちょっとしてください。私がですか。ぜひとも。コーヒーのこだわりって言って、私コーヒーが飲めないので全然わからないんですよね、うん、コーヒーに関してのことが。面白いですね。まず、うん、コーヒーって何ですか面白い質問ですね、はい、今日はちょっとね、なんかこだわりっていうのをなんかお聞きしてたんですけど、うん、まあ、なんか当たり前のことを言おうかなと思って今日は、うん、あ、はい、お願いします。なんかコメントが増えないから面白くないですね。まあ、はい、ヘブンズカフェということで、うん、まあ、カフェですね、はい、皆さんがよく、目にすること、はい、耳にすることが多いと思いますけど、うん、まあ、私がずっと、まあ、コーヒーに携わった時に、うん、まあ、そのカフェってなんやねんっていうところですよね、うん、コーヒーの前に、はい、っていうところでですね、うん、皆さんカフェって何屋ですかっていうところをちょっとついてるんですね。うん、
まあ、皆さん多分分かると思うんですけど、はい、まあ、カフェというのはコーヒー屋さんだよっていうところなんですけど、うん、はい、実はこの当たり前のことが当たり前じゃないのがこのカフェ業界であります、うんうんうん、で、よく皆さんが行かれるカフェで行くと、うん、なんかレストランのことを皆さんカフェって言いませんか。あ、でもレストランカフェとかいうとこもありますもんね、そのまま、ケーキショップのことをカフェと言ってませんか、うん、そうですね、紅茶屋さんのことをカフェって言ってませんか、うん、なんかどこでも似たような感じだと、うん、カフェカフェ、あ、カフェ行こうっていう なっちゃいますね。で、うん、本来のカフェというのは、まあ、エスプレッソマシンがあって、うん、でささコーヒーの知識技術があるバリスタがいてますね、はいはい、これが基本ですね、うん、はい、それを見た時に、まあ、本当のカフェってあるのかっていうところで、うん、ないなと、おなんかあやなさんがなんか、はい、カフェで経験したことがあるということを、カフェバーでアルバイトって言ったらね、それはカフェじゃないなって否定されましたカフェという名のカフェじゃない場所です、まあ、カフェで働いてるということは、まあ、はい、もちろんカフェオーレとカフェラテの違いはしっかり皆さんにお伝えすることができますよね、はい、うん、どうだろう、ちょっと危ないですけどねちょっと行きましょうかそれ。え、いや無理です。いや、カフェオレはなんかあれですよね、ミルクの入る順番とかなんかそんなんでしたよね。違いますね。あ、全然違うかったみたいです。あれ、あと質問なんですけど、アメリカンコーヒーとアメリカーノの違いって、はい、え、アメリカーノ、はい、アメリカーノ、アメリカーノとアメリカンコーヒーの違いっていうのは、はい、まずアメリカーノっていうのを初めて聞きました。カフェですよね、はい、あららアメリカンしかないです。あららあらららら、ということですね。そういうところから始まるんですよ。これがまあそういうレベルなんです ね、まあ、本来カフェというのはまあそういったコーヒー文化を伝えるためにあるので、はい、まあ、決してそのご飯を出すところではないというところをこだわって、はい、まあ、コーヒーに特化して、もちろんコーヒー屋さんなんでコーヒーをやるのが当たり前っていうところで、まあ、そういった部分で、まあ、はい、皆さんに少しでもコーヒーって苦くてまずい飲み物じゃないというところをね伝えていきたいと思って、はい、日々頑張っております。はい、はい、2,3 分過ぎましたかね、うん、あ、チャット来てますよ。今日はちょっと 2,3 分延長しましょうか、ね、あれチャットがね、カフェオレ派ですって書いてきて、どこですか、ここからです。カフェオレ派です、純喫茶って書いてます。そうですね、純喫茶って昔、うん、ね、純喫茶ありましたね。ね、多分おっちゃんの代表が一番もう、うん、純喫茶言って懐かしい。純喫茶ってよく言葉に聞きますけど意味があんまり分かってないんですけど、まあ、本当にコーヒーに、はい、もうだけなんです、うん、だから純粋の純みたいなことですか。です、純粋にコーヒーだけやってますみたいな、うん、ああそういうことですか。まあ裏を返せばそれだけしかできません。あ、なるほど、コーヒーそんな悪い形じゃなくてもコーヒーをにこうなんかねポリシー持ってやってますみたいな、はい、そういうことですよね、はい、そうです、うん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 、カフェオレ派、カフェオレとは一体どういうことか、はい、っていうことですね、はい、まあ、こういったのはコーヒーセミナーでやっておりますのですごい、そんなのやってるんだ。そうですね、コーヒーセミナーもしくはあとはエスプレッソセミナーということですね、うん、すごい。実際皆さんにあの本当の、うん、業務用エスプレッソマシンを使ってもらって、はい、ミルクを温めたりエスプレッソを抽出してプシューってやるやつですね。私あれ今練習中なんです。そうですね、あれが一回受けに行かないとダメですね私ね。そうやね、そうですね、行ってこなあかんね、ちょっとプロにね、うん、教わらないと。あのファミリーレストランとかでもよく、はい、押すやつあるじゃないですか、はい、全自動式ですね。ああいうのってどうなんですか。ドリンクバーとかのやつってことですか。似て非なるものなんですか、いいとこ行ってるんですかあれって。難しい質問ですけどですね、まあ、世の中に広まっているのは全自動式のマシン、コーヒーマシン、はい、あとは、セミオートというのがあります、はい、でセミオートというのは、うん、あのバリスタさんがちゃんとあのその日の、気候であったりとか、うん、朝昼晩季節によって、はい、どういうエスプレッソの出方が出るかということを分かって、はい、最適なエスプレッソの状態に持っていくことができます、はい、でも全自動っていうのはもうそんなお構いなしでもプログラミングされたものがただ出てくるのであって、はい、本当に味というのはまあ最近はだいぶ近づいたとは言われていますけど、で、まあ、近づけることはできるんですね。でバリスタの一つの仕事っていうのはもう一つありまして、そのコミュニケーションを取る、はい、これが、基本となります、はい、それは機械ではできないので、はいはいはい、例えばそのお客さんに対して厚めのコーヒーがいいのかぬるめのコーヒーがいいのか、うん、お客さんを見た瞬間にすぐに、まあ、会話を教えて、うん、それを感じ取って作るのが僕らのお仕事になるので、うん、それは決してあの機械ではできないこと。すごいね、あのバーみたいな感じだね。そうですね、本当に、ね、すごいですね。ソムリエもそんな感じかもしれないです。本当に知識、技術、ね、コミュニケーション能力、ね、これがあのバリスタに必要ですので、
じゃあかえってお客さんが分かってないですね、そのここに来るお客さんが、ね、残念なことにね店側が分かってないんですよ。あ、そうですか。いや、あの例えばここの場合、うん、あ、ここの場合はカフェの場合ですか。ただ、あ、コーヒーでも飲もうっていうような感じで来てて、いろんなお客さんがいます。初めは多分分からないと思うんですけど、うん、そのうち来てくれるようになったら実はコーヒーってこんなんなんですよっていうのを小出しにして、はい、コーヒーっていうのをちょっと興味を持っていただいて、そこから引き込むと。なるほど、なるほど、いうことを。だって僕らは本当分かってなくていつも入ってますからね。あ、そうなの。ヘブンズカフェさんもね、そこまで思ってなかったですよ。ただある番組でね、聞かせてもらって、はい、ああそうなんだと思ってね。まあ、本当にその店の実力が分かるのはカプチーノを飲めばすぐ分かります。そこなんですよ。そうなんですか。今だってカプチーノ、お二人ともカプチーノ飲んだんですよね。大ちゃんもおじちゃんも。だけどここでしかあんまり美味しいの飲んだことないから、他のとこで、じゃあそのだから、ね、あんまり他のとこで飲まない。そうそうそう。あ、じゃあ私のカフェに来よう。あれ、あれ、そしたら分かるんじゃないですか、もしかしたら。すごく分かると思います。こんだけ言ってあるんですか。一回ちょっとね、そういう機会があれば飲んでみましょう、うん、なるほど。皆さん分かったかな、うん、カプチーノなんだよ、うん、あ、今なんか来ましたよ、うん、コーヒーにナッツってどう思われますか、名古屋文化。まあコーヒーというのは、まあ全世界で飲まれているので。コーヒーにナッツってどういうことですか。まあちょっとそのカプチーノって昔実はそのシナモンをつけてたみたいな話、うん、シナモンを、実はあのヨーロッパではつけてなくて、勝手になんかあのアメリカ大陸に渡った時になぜか勝手に解釈をされてシナモンで、それが勝手に解釈されて喫茶店でカプチーノを掘りかけ、あのカプチーノにシナモンかけてるとかいうのもかかってますね。あの言葉でも日本という島国でこんなちっちゃいのにいろんな言葉があるじゃないですか。でもこうコーヒーで全世界で考えると、まあ一つのコーヒーがいろんな派生の仕方があるので、まあ悪くはないとは思いますね。その他にも胃に優しいコーヒーの飲み方が知りたい。胃に優しい、これ よくねコーヒー飲んだ胃が痛いっていう人もいてはるんですね。そうなんですか。コーヒーの効能としては、あの消化促進っていうのがあるので、はい、もし胃が痛いのであれば、胃に優しいですね、であれば食後に飲まれると、まあ食べたものがすぐに、なんか健康講座みたいな感じで、だって一番上にもね栄養って、栄養っていう2文字が、なるほどね、栄養っていうところでどうなんでしょうね。例えばあの栄養ではないんですけど、皆さんコーヒーイコールカフェインってなるんですけど、実はまあカフェインもそうですけど、まあそこだけじゃなくて実はポリフェノールもたくさん入ってるんだよということで、っていうことはポリフェノール入ってるということはどういうことか、もちろん女性としては。どうしよう、おっちゃん。一番わかりますよね。いや、あまりちょっと私そういう栄養の一番わかるんですか。わからない。え、単語聞いたことないですか。え、ポリフェノールって。いや、それはいっぱい聞いたことあります。いっぱい聞いたことあるでしょ、うん、効能としてはどういうことか。わかりません。アンチエイジング、抗酸化作用ですね。歳を取りにくくする、あ、そういう、あ、なるほど。だからあの地方症とかいろんなそんなこととも、はい、もうあ、であとは女性とかですね、まあ、血管を拡張させるということもあるので、まあ、血流がたくさん流れるということで体が温まると。なるほど。だからタバコ吸ってる時なんかは特にいいと。そうですね、タバコ吸うと血管が収縮しますからね、まあ、プラスマイナスゼロみたいな感じですね。でもあまりタバコはそう、ワインと一緒なんです。赤ワインと同等というふうに言われてるんです。ポリフェノール、赤ワインの方がちょっと上なんですけど、でもポリフェノールでいくと本当に赤ワインよりちょっと下ぐらいのポリフェノールがあるので、るるお酒がダメな方とかでもポリフェノールがしっかり、はい、取れるということ。なんか質問がいっぱい来ましたよ。胃がん予防の効果って本当。はい、はい、全くそうですね。すごいですね。なんかさっきより ちゃっとね、じゃんね、コーヒーの方がなんかみんな生き生きしてません。ほら、ね、初めて聞いた、勉強になりますって来てます。ですね、抗がん性もありますので、がんの予防も、あ、そうなんですか、はい、できますの で、はい、で粉コーヒーはうまいと思う。これね、コーヒーセミナーの、ね、はい、内容なんですけど、はい、例えばブルーマウンテン、よく聞くブルーマウンテン、はいはい、ハワイ粉っていうのは、美味しいから高いのかっていうね、題目があるんです。はい、実は嘘です。美味しいから高いわけではありません。その理由は歴史、文化が紐解いてくれますが、今日はここでは喋りません。そうそう、じゃあ第2部、次回第2部ですね。コーヒーって胃に厳しいんじゃないんですか。消化増進、増進促進ですね、あの胃に溜まったものを促すってことですね、まあ、そうです、促すんで、まあ、胃もたれには、あとは男性の老後では二日酔いに
コーヒーを飲むとあのアセトアルデヒドを抑制しますので、はい、ぜひとも男性は勉強になりますね。例えばあのいっぱい、あ、1日にこれ以上は飲まん方がいいだろうとかってやっぱりあのね、まあ何でもバカみたいに飲んだらあかんし、食べたらあかんということですね。あと酸っぱいのは苦手なんです。これがまたねコーヒーセミナーでよくやるネタですけどね、僕らのバリスタコーヒー屋さんが、まあ本当のコーヒーしてはる人の酸っぱいっていうのと皆さん一般消費者の言う酸っぱいって実は違うんですね。コーヒーが酸っぱいとかあるんですか。酸っぱいっていうのは基本的にもうまずいコーヒーを出されてるってことです、はい、そういうことなんだ。僕らが言う酸味っていうのはもっと綺麗な喉越し爽やかなもの酸味を言うんで、で、大概の言ってね酸っぱいって言ってる人はもう商品価値がなくなったものを出されてる、これが基本です。なるほど、はい、ここで、なんですか。いやせっかくですから言ってくださいよ。ここでだあの出されてるので酸っぱいコーヒーちょっと飲んでみたいんですけど、はい、酸味のあるコーヒー実はあります。でこれもよくコーヒーセミナーでよくあの飲む前に、はい、皆さんこのコーヒーはすごく酸味があるコーヒーですって想像させてから飲んでもらいます。で飲んでもらった時に皆さんの反応がすごく好きなんです、僕。あれ？あれってなる。いつも飲んでるコーヒーと違うぜみたいな、あの顔がものすごく好きだよね。胃に悪いと思ってたからコーヒーを飲むのを控えてたのにこれで飲みまくれる、まあ、飲みまくったらね今ダメって言いましたよね。飲みすぎはダメっていうのはね、ギャーってきてますよ。あの酸っぱいの話したらフレッシュ入れて飲みますって言ってます。フレッシュってね聞きたいですね。 どうなんですかあれ。ちなみにフレッシュっていうのは関西だけなんですよ。え、入れて飲むのですか。言葉です。あ、言葉が、まあ、モータープールもそうですね。関西だけしか使われない言葉なんですけど、フレッシュこれね、実はミルクじゃなくて植物性油なので、あ、聞きます ね、なんか体に悪いとよく言う、言われますよね。まあまあ本当にうちでも、よくミルクちょうだいとはミルクで出しますので、まあ何か言われん限りは、まあ、あのまあフレッシュでは出しますけど、まあ東京ではコーヒーミルクと呼ばれてますね。あ、まあ、それが正しいのかな。それが正しいですね。勝手にね、美味しい酸味を知らないんだ。これね知ってくれたら全然変わるんですけどね。ワインみたいなコーヒーありますよ。ジューシーです。すごい。そんなこの前いちごミルクみたいなコーヒーを、別にあのフレーバーコーヒーとかそういう味付けたんじゃなくて素材が持ってる、すごく面白いコーヒーとかありましたね。あ、行きたくなりますねって来てますよ。じゃあ、ね、ここに来るアクセスについて、ちょっと今からいいですね。あ、そうです。住所とか住所皆さん控える、大丈夫ですか。車で来たらどうやとか、歩いて来たらどうやとか、飛行機で来た場合とか、海外から、ちょっと待って、ちょっと飛行機で来た場合とか、そんな海外からとか、それはちょっともう、いや、気になるかもしれない。伊丹空港ですかね。そうですね、国内線でしたら伊丹空港ですね。国内線最寄りは伊丹空港ですね、はい。まあ、なんと場所はですね、はい、あの大阪のコテコテ、はい、皆さんがよく聞かれると怖いと言われる重曹、そうですね、イメージ的に ね、なんか名前で聞くと皆さんも重曹大丈夫なんという、まあ大丈夫ですよっていつも言いますよ。まあ1年に1回発砲事件があるかないかみたいな、ちょっとそれ危ないですよね。そうやって言われると、いやいや1年に1回もないと思いますけど今びっくりしちゃった。数年に1回ぐらいか、数年に1回ですかねそれでもあんねや、パーンって言いますけどね。パーンって言いますか。そんな、安全安心な街で、全然安全じゃん、淀川区役所横で、淀川通りにございますので、ぜひとも、コーヒー、ね、まあ、ジュースの駅から10分あれば余裕で来れる、そうですね、東口を出て6分、はい、10分歩いてもらうと着きますので、今ので大体他府県の人でも行けそうですかね。いやでも興味を持った方すごいいらっしゃると思いますよ、今のこの、その今のね、あのアクセスで他府県の方、今も何でも調べれますから、すぐ行けますか、はい、怒ってるで、え、怒ってないですよ怒ってないですよFacebook もね、ミクシーもツイッターもやってますんで、ヘブンズカフェ、なるほど、重曹で調べるとまあいろいろ出てくるかなと思います、はい、まあ、あのグッドタイムズカフェ のリンクからも、ヘブンズカフェのあの、Facebook も飛んでますね、そちらにいいねしてもらえるといろんな情報が流れますので、ちょっと遠いので、ね、次回近隣の味自慢のお店でワイン風味頼んでみよう。これもう、まあ僕昔あのコーヒーを勉強したのは、あの緑エプロンをつけた、はい、わかります、わかります、外資系緑エプロンコーヒーチェーン店で働いていまして、そこで昔ね、あのモカサナニというね、すっごく面白いコーヒーがあったんですけど、残念ながらちょっとそれがね廃盤な、それが本当にワインみたいな、モカサナニ、モカサナニっていうね、あったんですけど、すごく、その緑エプロン系の感じのとこはどうなんですか。
コーヒーがですか？これはですね、時間がかかりますんで、じゃまたぜひともここに来てもらってね、いっぱいね、放送では喋れないこと、そう、あ、たくさんチャットですまるばってきてる。もうそれ以上は、まあこれでも皆さんミドリエプロで食べログにもそうですね、食べログもありますね。はい、12件ほどありますので、すごいすごい。あ、いただくとヘブンに行けそうですね。ヘブンズカフェ。ヘブンズカフェだけに。あのね、昔ねコーヒーって悪魔の飲み物って呼ばれてたので、それがまあ悪魔と天使、ロゴの天使と悪魔っていうのをかけて、それでヘブン、そうヘブン、なるほど、ね、ヘブンの中に私の名前阿部がありますので探してみてください。あ、そっか、ヘブンの中にね AVE がありますね。すごいすごい、阿部マリアの阿部が入ってますので。おー、なるほど、すごい、はい、大阪人だ。コーヒールンバってきてるけど、まあこれもね、はい、コーヒールンバもコーヒーのこといっぱい書いてあることがあるんで、みんなえらい今日盛り上がってるね。なんか盛り上がってるんですか？いやだってね、さっきは皆さん多分この内容について真剣に聞いてたからと思うんですけど、すごく今日は高尚な内容でしたよね。コーヒーのことに関したらだんだんドラ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 って、まあ、でも本当に一度ぜひ、ね、あのね、あの足運んで来ていただきたいですね。ぜひとも本当にあの飲んでもらって、コーヒーの概念をガラッと変えてほしいですね。そうですね、きっと変わると思いますね、なんかイメージが。私もちょっとずつ克服かな。僕はもともとコーヒー好きやったからね。毎日必ずコーヒー飲むんで、割とこだわるんですけど、そこまで専門的には分かんないです。いや、それはなかなか難しいと思います。もう本当にあの皆さん美味しいコーヒーの入れ方って言われるんですけど、もうそんなの気にせずにお金払って安心できるコーヒー屋さんでコーヒー飲んで、まあ、それもありますわね。それもありますね。じゃないと一時勉強したらいいってなるよ。そうですね。それだけでコーヒー飲む前に胃がおかしくなる。頭みたいになるし。なるほどです、ね、だいぶ、じゃあちょうど 2,3 分喋ったぐらいですかね、僕ら。そうですね、はい、そんな感じで。まだ2分ちょいぐらい過ぎたぐらいですね。そうですね、あ、俺も毎日飲みますって来ましたよ。はい、いいですね、ということで、嬉しいですね。いいコーヒーを飲んでくださいよ、美味しい。そうですよね、まずいコーヒーはたくさん飲んでも結局ね、毎日飲んでも本当に美味しくないんで。さあ、ということでこの辺でいい感じですか？はい、そうですよね、じゃあもうぜひ皆さんね、また、はい、阿部さんに参加してもらって、はい、ちょくちょく、そうですね、また魅力を語っていただいて、コーヒーのチャットがコーヒーで盛り上がる、グッドタイムズカフェでございますからね。そうです、そうですよ、いいですよね、カフェつながりで ねちょこちょこコーヒーネタをね、はい、出したから入れながらかもしれないですね、はい、そういうのがいいって、これ大阪人ならではなんですかね。そうですか。今日は深い話からコーヒーまで幅広く広がってよかった。ぜひまたあの、このグッドタイムズカフェにお便りいただいて、あの店長阿部さんって言うんですけどね、阿部、はい、さんに質問とか、ね、コーヒーのことでも何でもいいからね、はいはいはい、彼女はいるんですかとか、ね、いやいや、まあ、それはそうですけど、いやコーヒーの話とか、あ、そういうのもたまにちょくちょく挟みつついいんじゃないですか。まあそういうのはありかな、ね、まあ、そういうところで、はい、まあ、そういうことでね、はい、大阪はね、あの阪急京都線じゃなくて、あの神戸線の、まあ、全部止まりますね、重曹駅にあります。あ、そうか、はい、重曹、あの1と3って書いて重曹ね、はいはい、1と3じゃない、10と3、あ、10と3、ね、びっくりした今、はい、10と3と書いて重曹、1と3ってどこや。今日はえらい突っ込まれますよね。10と3って書いて重曹、はい、でそこの駅からね、はい、あの区役所まで探してもらって、はい、そこからお電話いただいたら、はい、はい、すぐわかると思いますので、はい、ぜひ皆さん ぜひ一度お越しくださいませ、ね、すごいおしゃれな感じの ね、はい、で水曜日来ていただいたらもっとおしゃれな感じですけど ね、うん、あ、公開生放送はね、うん、一緒に、うん、そうですね、うん、ぜひ ね、うん、ね、コーヒー飲みながら、はい、うん、まあ、今日もあの遠方から来られてる、ね、うん、あの方おられますけど、うん、このわざわざ、うん、ありがとうございます。京都でしたか ね、ありがたいですね。コーヒー飲まれてるカプチーノ、うん、まあ、モカ、今日はモカを飲んでました。モカを飲まれてるんですね。もうだんだん制覇していきはりますよ、メニューを全部 ね、はい、あ、これからコーヒー飲もうって、阿部さん美味しいコーヒーの話が聞きたいです。あ、もうこのコーナー出来上がりましたね。阿部さんのコーヒーコーナ ー、 コ ー、 ヒ ー、 コ ー、 ナーこれ来週から続きますね。じゃ あ、 あの始まる5分前に、うん、あの8時55分から、うん、ちょっとずつちょっとコマーシャルが入って5分間、あ、そうしましょうか、はい、これで9時になったら、うん、じゃんじゃんじゃん、うん、言ったらかせ、はい、なんか分かりました。まあ、ということでこれもう10時15分になっちゃった、なりましたね、はい、ね、はい、お歌のコーナーもありますし、僕の京都持ち時間3分が終わったところで、ね、はい、3分が終わりました。どうも本当に阿部さんでした、ね、ありがとうございました。あっという間の3分でしたけども、グッドタイムズカフェ、ネット放送。
放送局ユニミックスよりお送りしています。なんか始まるんですか？よう笑ってますよね最近。そうですね、あのちゃんこれ、はい、僕最近すごいいい曲知ってるんですけど、うん、え、どんな曲ですか？聞いてみます？あ、聞きたい聞きたい。いきますよ。やった、ありがとう。それ私の曲やないですか。泉彩菜です。デビューシングル笑って笑って ABEX JMOA より好評発売中。ぜひ聴いてください。はい、ということで最後ジングル変わってなかったですね。なんかえ、いや変わってましたよ。変わってましたよ、うん、あ、そうか、実は変わってました。全然私焦って3つとも全て変わってました。そうか。さあということで阿部さんに参加していただきましたけども、最後にあ、さっきコーヒーのコーナーどうたらこうたらって言ったら楽しみって最後に来てます。飲み方が変わってくるね。ねえ、うん、なんかね、そういうこと知らなかったらね、やっぱ今日やっぱりコーヒーはコーヒーっていう風に、うん、やっぱり専門家の話って面白い。なんかそういうのね、どんなジャンルにおいても専門の人に聞くのは楽しいですよね。さあということで、もう終わりの時間が本当は過ぎてるけど近づいてまいりました、はい、いやいや本当は過ぎてるけど、はい、って言ったじゃないですか。ちょっと本当は過ぎてるけど近づいてまいりましたって。さあということで、明日なんですけども、10月17日木曜日、はい、大ちゃんと私で、ライブに、ライブがあります。ライブにやって場所が、大阪環状線桃谷駅にあります、アコースティックライブカフェアニーというところで、ね、そこもカフェなんだ。そう、カフェ。そこでコーヒー飲んだら分かるのかな。カプチーノ注文したらね、コーヒー飲んだら分かるのかもしれない。それをまたブログで更新しよう、大ちゃんが私ブログあのコーヒー飲めないからね大ちゃんの感想を聞いて大ちゃんがこうやって言ってましたみたいな、ということで、その詳細をね、お知らせしておきたいと思いますが、はい、さっき場所は言いましたので、時間が、オープンが、夜の6時30分、はい、スタートが夜の7時30分で1時間後でございます、はい、前売り料金が1000円でしたっけ、はい、ちょっとド忘れしちゃった、すいません、はい、もう一回言いますね、前売り料金が1000円でワンドリンク別で、はい、ということですね。なんで、よかったら、お近くの方、来たいなって思った方は、ぜひお越しくださいませ。大ちゃんがギター弾いて一緒に何か歌うかもしれない。はい、あれ頑張ります、はい、いいんですか。でこの日はたっぷり1時間歌わせていただきますんで、ね、共演の方はいるんですか。共演の方名前は聞いてないんですけど、私の後にあるのかな、あるのかなっていうぐらいらしいですね。それぐらいたっぷりと、うん、そうです、たっぷりと1時間歌わさせていただきますので、はい、よかったらお願いいたします。さあということで、最後にメールの宛先もお知らせしておきたいと思います。カフェアットマークユニミックス .jp CAFE アットマーク UNIMIX.jp までお送りくださいませ。さあということで、今日も、重曹ヘブンズカフェからお送りいたしました。さあおっちゃん、最後に何かないですか。いや今日もね、ちょっとまだまだ話し足りないこととかはね、うん、そうですね、あったと思うし、お聞きの皆さんもね、うん、もっとっていうのあったと思うんですけどね、うん、またその辺のところはまたメールいただいてね、そうですね、はい、第2弾、こういうことを教えてくださいとか、はい、まあ、コーヒーのことでもいいし、そうだね、コーヒーだいぶこんな盛り上がるなんてね、すごかったので、そうですよね、おっちゃんコーヒー飲むんですかとかね、うん、そんなさっきみたいに阿部さん彼女いるんですかでも面白いかもしれないですけど、はい、またいろんなチャットも待っておりますので皆様よろしくお願いいたします。まあ、とにかく皆さん頑張ってほしいということで、はい、おっちゃんからは、はい、はい、ということで、それではまた来週お会いしましょう。お相手は泉彩菜と原大輔、そしてユニタイムズのおっちゃんでした。おやすみなさい。おやすみなさい。